家族にも見放されたダメ親父ゴーが再会したのは、乾いた映画、ドライな喜劇、思い切ってファンタジックなストーリー、それを俺は目指すんだ。子供騙しのようなイメージが通用するわけがない。笑われるだけだよ。あいつと一緒になったらヨシコは苦労する。ゴーちゃんは今私がいなきゃダメなんです。私はゴーちゃんに幸せにしてもらおうなんて思ってません。ねえ、やりきれない夜だけ。間違えたんだよ、あいつは。ヨシコちゃんは不幸だったって言うのか。今からやり直せばいいだろう。どっちの後悔を選ぶかよ。それが人生なんでしょう。うまく笑えているかな。鏡の前確かめるけど。キネマの神様。